鈴木市長、今日演習場整備めっちゃ疲れたな。めっちゃ疲れましたね。もうこうなったら風呂入ったら速攻クラブ行こう。はい、乾杯、はい、あ、クラブに風呂道具忘れてしまった。なんか取りに行くだけじゃ悪いし、ちょっと飲みに行かん。あ、いいですよ。乾杯。あ、また風呂道具忘れてしまった。取りに行くついでに一杯飲みに行こうか。乾杯。うわ、また忘れた。うわ、もうこれ飲みに行くしかないやん。もう勘弁してほしいわ。なんかちょっと忘れてません？陸上自衛隊店の今後を揺るがす大きな決断をした大久保駐屯地隊員クラブの店長。いらっしゃいませ。めっちゃ濡れた。一名行きます。いらっしゃいませ。びしょ濡れや。いらっしゃいませ。わあ、すごい雨ですよ。もうびしょ濡れですわ、もう。傘ささないんですか？自分たち自衛官は傘ささないんです。そうなんですか？店長、この信楽焼の傘立て、もう捨てましょうよ。多分一生使いませんよ。高がってんけどな。大久保駐屯地の隊員クラブの椅子、なんか洗濯バサミついてる。なんやこれ。お客様、はい、こちらはですね、はい、このように帽子を挟んでお使いください。なるほどね、さすが気付きますね。ありがとうございます。大久保オリジナルです。おお、誰や、こんなとこに靴下干してるやつ。あ、雨で靴下濡れちゃってここで干させてもらってます。ここは物販場じゃないぞ。クラブに、ごめんよ。あ、隊員クラブに風呂、間違えた。あ、風呂、間違えた、ごめん、ちょっと待って。うわ、また忘れた。うわ、もう勘弁してほしいわ。また取りに行かなあかんやん。全然いいよ、優しい。鈴木市長、今日演習場整備めっちゃ疲れたな。めっちゃ疲れましたね。だなあ、もうこうなったら風呂入ったら速攻演習場整備行こう。ごめん。あ、クラブ。演習場整備もう一回行きたくないな。ごめんな。チャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしく。